俺の志、バカには分からぬ。一生は夢の間なれば。あれが伊豆ね。なかなか景色のいいところじゃない。はい、複雑な入り江を生かした天然の要害です。心してかからねばなりません。もうまたそんな無粋な話をして。我らは戦に来たのだ、無粋も何もあるか。ほんとつまんない坊やたち。いいわ、さっさと終わらせましょう。ずっと潮風に当たられて髪がベタベタ。早く湯に浸かりたいわ。上等。あの方々もやる気を出してくれたのならいいのですが。当てになるものか、兵団を担う重要な役目だというのに。皆承知していますよ。小田原に物資を運ぶべく早々に占拠しましょう。前線への物資の輸送は我ら水軍の役。この浜で揚陸し小田原へと向かいましょう。まずは荷上げです。夜のうちに中央砦まで荷を運び込みましょう。手始めに二打隊の進路を確保するため北砦、南砦を押さえます。そのまま左端で。おお、敵襲か。夜に大きな声出されると迷惑なのよね。すぐにいい夢見させて。あ、なんと見事な。開門。進路を確保したらそのまま中央砦、そこで一旦物資を集積します。この度の戦は豊臣の威信を世に示すもの。何に一つの失敗も許されぬと心得よ。だからバカは夜打ち朝掛けは兵法の常だ。してくれるでしょう。
闇に紛れての切断など小早川水軍にはお手のものというわけ。古い話をご存知ですね。随分と毛利にお詳しい様子。無論毛利だけではない。あらら、船を襲われちゃった。ほっといたらまずいんじゃないの。この程度の戦果誇れる気がせんな。我らが船を開けると本当に思いました。などに船を渡すと思うてか。それと目的地はまだまだ先か。次の一手に繋げなければ。耐え抜いた。震えたぞ、その反骨の魂に。命を七と変えてくれん。開門。南東の山を越えれば小田原へ抜けられます。ここは二手に分かれて向かいましょう。大事な物資を奪われるわけにはいきません。早急に制圧しましょう。山上つかまつ、我が敵はここか。しなくては。朝になれば警備の目も厳しくなります。ミダを運ぶにも一層注意しなければ。安らかに眠る反骨の戦士たち。俺は生き、お前たちの魂を胸に。救援来い。ここで一手で。戦場に散った魂が俺に戦えと叫んでいる。いいか、魂の叫びに応えるために。我が光明となってもらおう。撃ち取ったり。
敵だ。もう終わりだ。山まであと少し。皆さん、ここが頑張りどころです。敵将、討ち取ったり。なんという無様な。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。これで道が開けました。皆さん、急いでください。彼らのお役目、どうやら果たせそうですね。将、兵も民、北条の魂を持っている。次なる関東の主は苦労するだろう。誠実に。小田原ってどんなところかしら。ちょうど花の季節じゃない。皆ご苦労。俺は次の戦場に出向く。この後も怠りなく務めよう。